海と日本プロジェクト。さまざまな形で私たちの暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、きらめきを与えてくれる海。そんな海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げるのが海と日本プロジェクトです。ここは愛知県の美浜町にある野間崎灯台。今回ご紹介するのは海と灯台プロジェクトです。灯台の魅力の再発見と地域と地域、日本と世界をつなぎ、新しい海洋体験を創造していくのが海と灯台プロジェクトです。近くで見るとすごく大きいですね。はい、高さが18メートルあります。大正10年に設置され、愛知県で一番古い灯台になります。大正10年3月1日初点灯。今年100歳を迎えた愛知県最古の灯台です。灯台を案内していただくのは海上保安庁の三坂さん。学生時代を北海道の海沿いで過ごし、灯台を見ると郷愁の思いを強くするというロマンチストな方です。うわすごい、綺麗、絶景ですね。灯台は航路標識の航波標識の一種となります。簡単に言いますと、ピカピカ光って船に灯台の場所を知らせるということになります。夜になるとピカピカ光って綺麗ですよね。その光り方のことを灯室と言います。船から見てどの灯台なのか分かるように光り方を変えています。野間崎灯台は白い光が3秒光って3秒消える、これを繰り返します。およそ沖の方15キロまで届いて認識することができます。日本全国にある灯台はおよそ3000基。 GPS の登場などで航路標識としての存在意義が薄れている昨今ですが、地元のシンボルとして地域振興に役立たせるなど、地元の人たちの夢を乗せた灯台の活用が見直されています。野間灯台は今年で100年ということですが、はい、これからどんな風になっていってほしいですか。我々ここ野間灯台登れるかプロジェクトっていうのをやっていて、ここを最終的にはですね、登れる灯台に、毎日登れる灯台にしたいと思ってるんですよ。でそれ以外にですね、ここを使っていろんな活用してですね、結婚式やったり、プロジェクションマッピングやったり、ライブやったりとか、そんなことをこう頑張ってね、これから進めていきたいと思ってます。灯台を中心に地域の海の記憶を掘り起こし、地元のシンボルとして活用する。灯台の光が地域の人たちの未来を照らします。海と日本。